中。え、お肉の熱々熱々見えてないよね、なんで。どうも、ステーキダイモンズです。言った、ステーキダイモンズです。ステーキダイモンズです。どうも、長期企画やりたいと思います。はい、よっぴょんぴょんぴょん。うわ、ガチで、何最高やん。マジだ、ごめん、キモその顔は。ということで、やっていく長期企画なんですけど、まだ僕たち建築学生をやっております。で、やっぱり模型だったりとかね、製図とか書いたりして、まあ、建築について学んでるんですけど、それを僕たち存分に生かしていきたいということで、僕たちなりにね、長い時間かけて、机やら椅子やら広々とした屋上を、僕たちがレイアウトして、おしゃれにね、おしゃれにね、おしゃれにね、チュパモモニョグ、チュパショモニョグ、はい、僕たちはこの屋上をおしゃれにしてレイアウトしたいと思います。1回目は机を作りたいます。作業台ですね。これからその作業台を使って服をリメイクしたりとか、動画で映えるような机を作っていきたいと思っております。まあ、いわゆる DIY だね。 DIY 企画みたいな感じですね。まあこれはね、後々机とか作り終わったら全部僕たちでペイントしたり貼り付けたり、俺ら結構めっちゃ計算してさ、いろいろやってたんだよ。やったね。じゃあもうやばい、お前見てご覧になるとおり、パジャマですよ。とりあえずあれだ、長さ あれやな、あのルーキーズの檜山の檜やない。檜山、僕が行くのは杉とか松とかいろいろあるんですけど、一番耐火性があるのは、あ、はいはいはい、ずっと喋りながら上に来てる。木っていうのは色味もいろんな色味があって、これちょっと中かな、中かな、大の大が喋ってるみたいになってない。だからないろんな色があります。個人的に好きな色はこういう木ですね、僕は。さすが建築学生、伊達だね。伊達こう行ってみます。10万、でこ安くいません。僕と渡る君と長る君とマネージャーの凛で買い出しに行ってきました。しっかりと机のね、寸法とかを計算して、ね、買ってきました。まあ、あとは組み立てて塗装して、そっからですね、僕たちの好きなようにデザインをしていきたいと思います。まあとりあえずこの動画は塗装までだよね。そうですね、その後のペイントはまた別の動画でって感じです。はい、ということで、早速組み立てて塗装していきましょうか。一緒に楽しんでください、皆さん。それでは焼いていきましょう。10、はい、始まりました。ここからはアフレコということですね。はい、どうも、ヤソです。マネージャーのリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在の時刻、5時半となっております。追い込んでおりますよ。追い込んでおりますよ。まあ、この時楽しかったね、正直。はい、台が棟梁みたいになってますけど、まあ、下っ端ですよね、働いてる人も一番下、トイレ掃除です。ここないな、特にないな。お、ここでついにヤソくんの出番ですか。ここはね、任せてください、息子なんで。ここはね、ちょっとね、ヤソくんね、結構大活躍でしたよね。いや、僕
もうここのために来たと言っても過言じゃないですね、これは。パジャマやけど。ああ、ガチでいいか。あ、ちなみに DIY ってどういう略か知ってますか？ああ、わかりますか？いや、わかりますよ、もちろんもちろん。あ、え、何ですか、ちなみに。デザイン、うん、インポータント、うん、いや。全然違うんだ。ちなみに、うん、ガチで Do it yourself。 うざ。分かる人いますか？いないでしょう。これラジオか、これ。公開生放送でございます。生放送ってすっご頭すっごい揺れとる。うわー、うまいね。まあまあまあ、あんなことこれ合っとる、合っとる、これアフレコ。いや、わかんない、なんか感想みたいになってるけど。あ、タバコなんか吸っちゃって、ちょっといいのこれ、吸って上で。うわ、なんかしっかりこじってます、しっかり笑ってますね、こじってますね。なにこれ、あ、火までもらっちゃって。クセ強。わー、ついに出てきました、リンさん。あ、待って、向こうでタバコ吸ってる人映ってるけど。大丈夫かな、これ。本当にあのヤド君以外ドリルがね、ちょっとね、下手くそだって。そうなんだよね、やっぱ。まあ僕は経験してるんでね、ちょっと息子なんでね、一応息子なんですよ。ふんふんふんのね。ああ、危ない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 、聞こえちゃうから。ああ、打ってますね。おお、うまなってるな。うまなりましたかね、これ。成長してるな。いやー、綺麗。綺麗ね。いいね。いいよ。ちょっと心配になってます。ちょっと怖いっすけどね、これ。うん、これ大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないね。大丈夫じゃないかな。うん、ちょっと怖いね、これ。うん、長いかな、これ。うん、そうね。なんかもう喋ることもね。そう。とりあえず解説していくか。そう。うわー、ピモキすごいな。もう急に暗なったぜ。ね。まあこれはまあいろいろ諸事情があって、ね、ああ、そうですね、いろいろありましたね、ちょっといろいろ。あ、めっちゃ綺麗。あ、いいね、台もいい感じ。これ台か、うん、くっ台なんかもう服浮いて見えるやん。やちやん、人いないやん。人いないやん。帽子も浮いてるし。ごめんなさい。ごめんなさい。いりますか？よいしょ。スカスカスカ。はい、次は長るくんが打ちますね。長るくんが打ちますね。長るくんいかほどなんでしょうか。長るやけど、あの授業の模型とか結構すごくてね。あ、そうだね。器用。そう。器用だからね。器用だよね。器用だよ、うん。器用だけど。あれ？全然入ってこないけど大丈夫かな。心配だな、流れくん。心配だな。全然入らんやん。早くしろよ。これね、コツがあるん。そう、結構難しいんだよね、実は。どういうコツがある？最初はやっぱ、なんかその、いきなり回しちゃうと、うん、軽くポロッポロっていっちゃうから、うん、そう。最初ちょっと穴を開ける感覚でやって、で入ってったらもう押し込んじゃう、一気に。うん、だからちょっと最初から強かった。おえ、誰？びっくりした。やめてよ。だからちょっと失礼しました。そう、なんか画像の映像の乱れで申し訳ございません。で最後は和田さんですね。おお、危ない危ない。泣いちゃった。泣いちゃった。はい、泣いちゃった。何してんの？これ調整ですね、多分。最後かな、ここら辺が結構締めのゾーンに入ってきてますね。そうですね、本当に一番最後、締めはもう和田さんに任せたって感じで。おお、危ない危ない危ない。うわ、いや、俺やん、しかも。惜しい。危ない。惜しいじゃないって。え、普通にもう黒、全部真っ黒に真っ暗。渡るもちょっと不器用そうやね、意外とね。なんかもう力ずくでいくんすかね、バコーンっていくかもしれない。はい、おー、いきますね、今から。いきますね。
うわー、入っててるか、入ってて、入ってる、いいね、いいね、いいよ、おー、いい感じ、うまい、うまい、あれ、まだか、微妙にいってないから、うわー、うわ、近づくや、やっぱ近づくや、近づくな、やばいやばい、あー、いったー、いったね、あー、これがね、綺麗に立つかどうか、ここでグラグラだった、いや、マジショックだよ、じゃあ立てようか、立てよ、来そうだ、せーの、よし、はい、出た、うわー、チャンス、よろしくお願いします、いい感じ、もう終わるやん、もう終わる、一旦取って一回出す、一回出す、言うから、はい、はい、でね、僕たちなりのデザインを、腕相撲できるよ、これ腕相撲できる、こういけるよ、よーい、スタート、やれ、やそう、やりきれ、やりきれ、いけ、いけ、いけ、そう、いけ、負けた瞬間、え、多分本人が一番ええで、いや、いや、ガチでいいね、まああとは土台をこの基礎に固定して、まず、まあ、机としての作りは完成ですね、はい、そこから色塗りと、絵とか書いてあってね、自信だ、楽しんでいこうか、塗装一番楽しみにしてるし、いや、塗装一番楽しみにしてる、今日本日は別日になってるんですけど、続きをやっていきたいと思います、で本日やるのがこちらに色を塗っていきたいと思います、イエス、はい、塗装ですね、はい、塗装しちゃいます、はい、ということで、早速色塗りしていきましょう、今日も2人なんですけど、カメラマンのリン君とあと友達も横にいるんで、はい、4人でね、はい、楽しくやっていきましょう、イエイ、それでやっていきましょう、じゃあ塗っていこうか、あ、安いくか、最初筆下ろしプレスだって多分テキストでお前がなバキューン、練習の頭になってる、嫌われるぞ、どこで売り合いですか、好きなところ、自分がうわここ攻めたいなってところ、最初ここ攻めたい、いきます、裏筋の、あ、垂れた、あ、やばい、靴に垂れる、裏筋の痛いやん、癖強ない塗るとこ、あ、いい、めちゃくちゃいい色だ、伸びいいな、どんぐらい伸びます、いい、あ、うん、あ、いいよ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 、めっちゃいい色だ、このね、ちょっとシュッてなってるハゲ感もいいですよね、これは抑えますか、編集でわかるからね、なんて言ってもマジで誰がたいの父さんや、誰がたいの父さんや、何がハゲくわい、さあ行くぞ、はい、はい、戻ってまいりました、結構出来栄えいいでしょ、机いい感じですね、まあ、結構力作なんですよね今回も、うん、まあね、後々ね椅子とかもねいっぱい作ってね、そう、もう、ね、バーベキューとか、ね、家みたいにしたいね、もう、うん、バーベキューできたり、秘密基地みたいな、ね、わあ、もう夢、うん、男の夢です、そうなんだよね、これでね、まあね、この色塗り終わった後にねデニム貼り付けたり、
ペイントしたりしてね。はい、そうです。楽しみですね。楽しみですね。でこれエンディングなんですけど、デザートがないんですよね。そうなんです。エンディングもなんかなくて、うん、まあごめんなさい。ごめんなさい。これ一応完成した写真ですね。じゃあバイバーイ。じゃあねー。